はい、こんにちは、もちんです。今日はですね、僕が住んでる埼玉県草加市の、まあ、草加市だけじゃないんですけど、全国にあるんですけれども、もう今やね、ラーメン系のこのチェーン店の中ではもうね、人気ナンバーワンと言ってもいい丸源ラーメンさん行きたいと思います。でね、この丸源ラーメンさんを運営しているのがこの物語コーポレーションさんという会社なんですけれども、ここがね、焼肉キングさんとか、それから僕はね、まあ、もちろん行ったことあるあのゆずあんさんとかね、やってるんですよ。だからね、とにかく、まあ、特にファミリー層向けにめちゃめちゃ人気があるね、お店をたくさん運営している会社なんですね。まあ、丸源ラーメンさんもね、もちろん行ったことあるんですけれども、今日もね、楽しみに行きたいと思います。セミの声がすごい。真夏。はい、というわけで、国道ね、4号線沿いにあるんですけれどもね、後ろこちらがね、丸源ラーメンさんです。週末はもちろんね、あの平日もあの夜ご飯のね時間なんかは結構混み合うと思いますけど、早めの時間ならね結構入りやすいと思います。じゃあ早速入りましょう。はい、というわけで丸源ラーメンさんに入店しました。全国のお店が共通かどうかはわからないんですけど、この草加店はね、めっちゃ広々としてて、ほぼねファミレスの雰囲気ですね。でね、ちょっとびっくりしたのがね、これお水じゃなくて緑茶なんですよ。これめっちゃ嬉しい。あとテーブルに備え付けのティッシュとかね、お箸とかコップとかで、下には調味料とかがあるんですけど、とにかく綺麗にしてくれてるのでめっちゃありがたいです。こういうのも地味だけど嬉しいポイントですよね。それからこの壺は泥だれラー油です。名前の通りでめっちゃドロドロ。基本的に各テーブルに置いてあるタブレット端末から注文するシステムです。ただこういうね、見やすいメニューも用意してくれてるので、簡単に紹介すると、まずは丸源ラーメンさんの看板メニューのこちら、熟成醤油ラーメン肉そばですね。お肉たっぷりのね、大人気メニューで、僕はね、まあ、これを食べることが多いんですけど、今はねちょっとダイエット中なので、この熟成醤油ラーメン野菜肉そばを食べようと思います。他には熟成醤油豚骨とか、普通のね熟成醤油ラーメンもありますし、担々麺とかうま塩仕立ての塩とかね、あと熟成味噌ラーメンなんかもあります。あとプラス100円でね、こういう糖質 50% オフ麺も選べるんですね。でこっちはねサイドメニューになってまして、丸源餃子はもちろん食べるんですけど、僕が大好きなのがね、この鉄板卵チャーハン、大人気メニューです。その下には唐揚げとか98円デザートなんかもありますし、こういうね期間限定のデザートもあるので、見てるとねもう全部食べたくなっちゃいます。はい、ありがとうございます。お好みで上の柚子おろしを溶かしてお召し上がりください。はい、というわけでこちらが熟成醤油ラーメン野菜肉そばでございます。とにかくね、山盛りのねネギがすごい。下にキャベツとね細かいニラもたくさんあって、メインのね肉がもう見えないくらいです。そしてこれ、目の前でね卵をかけてくれて、自分でね仕上げる鉄板卵チャーハンです。これはね、不思議とね何度見てもワクワクするんですよね。こうやって熱々のうちにね混ぜて、すぐ食べられる状態にしておきます。それから安定のね丸源餃子、これも楽しみ。いただきます。久しぶりなのでね、まずはスープから。うん、うまっ。めっちゃねコクがある醤油スープです。もうこれね、子供からお年寄りまでみんな大好きな味。ちょっとね野菜を避けると、ほらこれ麺がね出てきましたし、肉もねいっぱいですよ。いやー、美味しい。安定の美味しさです。麺はツルツルだし、
とにかくねスープとの相性がもういいんですよ。なんというかねどこにでもねありそうでここにしかない味。今日はね野菜肉そばなので野菜とね一緒に食べてみましょうか。おお、あ、これ大正解。ネギがねシャキシャキでうまい。でさらにねこのオレンジ色の柚子胡椒おろしをね少しずつねスープに溶かして食べるとこれがねいい味変になってめっちゃいいんですよ。飽きずにねずっと食べられます。あとねちょっと驚いたのがいつものね熟成醤油ラーメン肉そばに野菜がねプラスされただけで見た目よりもねだいぶねボリューミー、体にもねいいでしょうからねこれはかなりおすすめです。そしてねお待ちかねのこれ鉄板卵チャーハンです。めっちゃうまそう。熱々でね美味しい。やっぱりね鉄板で食べるってね楽しいんですよね。卵の硬さとかをね自分好みに調整できるし、僕はねこの餃子用の泥だれラー油をほんのちょっとねかけちゃったりして、これがまたねピリッとねいいアクセントになってね最高なんです。とにかくいろんな食べ方を楽しんでるんですよ。続いて丸源餃子。これもうまい。ジューシーで具がパンパンに入ってる。ちょっとだけね割って中を見せちゃいますと、ほらこれ大きめのね具材がゴロゴロ見えるでしょ。肉汁もねたっぷりだし、これ6個で290円ですからね、とんでもないコスパですよ。あとねこういう食べ方の極意っていうのも書いてあって、ラーメンのスープの味変なのかな。半分食べたところで泥だれラー油を入れる、癖になる深みと辛みが生まれるって書いてあるんですよ。この泥だれラー油ってねどれに入れても美味しくなる万能調味料なんですね。あらら、これめっちゃ美味しい。もともとねコクがあるスープなのにさらにね深みが加わる感じ、確かにこれ癖になるかも。こうなってくるともう一つの味変の揚げニンニクも試してみたくなっちゃいますよね。こういうトッピングってちょうどいい量っていうのが難しくて、ニンニクなんかは大好きだからいっぱい入れたくなっちゃうんですけど、入れすぎるとね味変しすぎて失敗するパターンもあるからね、その加減が難しいんです。うめえ、揚げニンニクのパンチ力やべえ。次回はこれ最初から入れちゃおうかな。この丸源ラーメンさんはメインのラーメンはもちろんサイドメニューもね満足度が高くてファミリーに人気なのもうなずけます。僕はいつも味変のバリエーションを楽しんでるとラーメンが足りなくなっちゃうくらいです。ごちそうさまでした。はい、というわけで、丸源ラーメンさんいただいてきました。いや美味しい、まあ美味しいのはね前から知ってましたけれども、改めてねやっぱりね飽きないんですよ美味しいのがね。あとね食べてて思ったのが、家族の方にねすごい人気じゃないですか。やっぱねお水がお水でもいいんですよ。でもね緑茶だったりとか、あとお店がとにかく綺麗、綺麗なのってね、まあ個人的にはね僕すごいポイント高いんですよ。特にね中華系のお店ってちょっとまあ油っぽくなったりするじゃないですか、しょうがないじゃないですか。でもね綺麗なのだからね、なんかね無意識のうちにまた行きたいなーってね思っちゃうんですよね。ほんとね、まあ当然また行きたいと思います。それからね僕ね食べるラー油的なやつ、お店にもありましたけどあれ大好きで、レジの前に売ってたからね買っちゃいましたよ。これラー油泥だれめちゃめちゃ美味しかった。家でね餃子とかにねまたつけて食べたいと思います。はい、というわけで今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。もっちーでした。